皆様こんばんは。キーレイジャーズプレゼンツ第62回キーレイミーティングのお時間がやってまいりました。今夜も皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。4月の28日夜9時ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。4月も終わりますけども。終わりますね。はい。4月はどんな月でしたか、先輩は。あ、僕ですか。はい。覚えてます、4月のこと。覚えてますよ。何があったか覚えてますか。何があったかね。そうですね、4月といえば、あ、前回ねツイッターのスペースの方でね、そうですね、やらせていただいたんですけど、うんうん、あのあといろいろメールとかメッセージとかいただいたんですけど、はい、意外と好評でした。あ、本当ですか。うん、なんか楽しかったですね。ね、生感が、そう、生感があるのと、なんかちょっといつもの YouTube よりは気楽な感じがあったりして、うんうんうん、あれなんかチャットとかできればいいのにね。そうですね、うん、文字を打てる窓がね別にあればいいのになと思うんですけどね、うん、なんかキーレイミーティング用のアカウントを作って、うんうん、だから DM っていうかそのリプ、はいはい、をそこにできればいいのかなと思った。なんか私の方に送るのか、確かにね、成田さんの方に送るのか、しかも成田さんの方に送るとキーレイミーティング聞いてない人にも目に触れちゃうじゃないですか。そうすると恥ずかしいじゃん、ちょっと。そうですね、だからもしスペースとかをやるんだったらキーレイミーティング用のアカウントを作ってそこにリプをするみたいな、うんうん、なるほど、風にするといいのかなと思った。そうですね、その、うん、スペースは、まあ、我々の方でやってもいいので、うんうん、そのリプを書くところ、はい、ガチ反省会みたいになってますけど番組内で番組内でね、ガチ反省会みたいになってますけど、でも確かにそれがあるといいのかな。それがいいかもしれないですね、うんうん、ちょっとねキーレイミーティングアカウントを作ってみてもいいかなと思ったり、はい、はい、そうですね、します、うんうん、そう、ただね、YouTube と違ってアーカイブが残らないので、アーカイブが残る方が嬉しいという意見もやっぱりあったりしますので、はい、スペースやったり YouTube でやったりっていうのをね繰り返していこうかなと思っています。はい、そうですね、はい、またどっかで、そうですね、 YouTube かね、うん、まあ、スペースかで生でできるといいですね。はい、うん、そんな4月でしたが、あとは、はい、そうですね、5月16日に、はい、ニューシングルインディゴレインがリリースされるのですが、それのねミュージックビデオをひたすら作ってる感じでしたね。そう、スペースをやった次の日に、はい、MV の収録に行ったんですよ、うんうん、ピアノ工房へ。お、動画を撮影してその後ずっと編集をしていたんですけど、それもねもうちょっとでほぼ今出来上がってるんですけど、もう少しで完成するので、うん、まあ、5月に入ったら少しずつまた小出しにシェアしていこうかなと思ってます。いいですね、楽しみ、インディゴレイン、うん、前のかなでちゃんとか、うんうん、かなでちゃんパパとか、はい、私がちょい写りとかしてるやつ、はいはい、もうぜひ見てください。そうですね、それが出る前にもう一回確認確認確認やっぱどう違うか、そうですね、見たりとかするのは楽しいと思うので、うんうん、はい、確認、はい、もう一回見といていただけると、予習ってやつですね。そうですね、はい、そう、あっちでもねそのピアノ工房の風景は使わせてもらったんですけど、うん、まあ、またね別の感じが、別の雰囲気が入れると思うので、ぜひ新しい方も、前のやつも両方チェックしてもらえたら嬉しいです、うん、はい、あとインディゴレインのが入ってる CD は普通にいろんなところで買えたり、ね、配信が聞けたりしますか。 CD の版になってるのは本当一番最初のバージョンの The Color of Soundscape ファーストアルバムですね、そちらにしか入ってないんですよね。前回 の, そのミュージックビデオの時の音源は、音源化されていないので、実は CD にも配信にもなってなくて、なるほど、はい、で今回のやつも配信限定なので、まあ、一応3バージョン、うん、3つのバージョンまで来たことになるんです。すごい、うん、なんかね、うん、イヤキャンの方でもインディゴレインを言われたりもしていたのでね、そちらもねいずれできたらいいなと思ったりもしますけど、いいですね、うんうん、フレットレス弾かないとはい、じゃあ楽しみに、5月16日ですね。そうですね、はい、はい、
5月16日皆さんインディゴレインお楽しみにということで、はい、はい、とあのピアノ工房の方にキーレイミーティングで取材に行っていいですかって言ったら、はい、いいよって言ってくださったので、あ、キーレイミーティングのねピアノ工房ぜひ行きたいですね。ね、でいろいろあの桜井さんに質問をしてもらおうかなと思っています。はいはい、いやちゃんと勉強していかないと。いやいやいや、あのね、僕が多分そのね質問したり会話しちゃったりするとピアノ知ってるから、はい、多分面白くないと思うんで、はいはい、あのあまりピアノにね深いところまで詳しくない人の素朴な疑問を聞いた方が絶対面白いと思うので、はい、そうですね、ぜひ桜井さんからいろんな質問をぶつけていただいて、ね、はいはい、あんまり勉強していかない方がいいですね、じゃあね。そうですね、うん、はい、わかりましたもうじゃあもう飛び込みで飛び込みで、はい、あの質問をいっぱいしたいと思います、うん、工房なんですね。工房ですね。リペアとか、はい、うーん、日本では非常に珍しいと思いますね。工房ってあんま聞かないですよね、うん、そうですね、確かに日本は基本的に国産メーカーに関しては、まあ、作って、調律師さんが調律をしたり、整調したり、あの、まあ、そういう技術的なところもやるんですけど、僕が行ってるところは海外からピアノを買い付けてきて、それを日本でリペアをして修復をして、販売しているところなので非常に珍しいです、うん、すごい、そんなことあるんですね。なんかギターベースみたいな感じですよね。そう、すごく近い感じがします。すごい技術だなって毎回行くたんびに思ってます。すごい楽しそう。なんかちょっとまさかピアノでそんなことをしている人がいるとは、うん、という感じですね。そうですね、うん、ちょっと楽しみですね。はい、はい、行くの楽しみです。ね、それが終わったら今度じゃ あのずっと行ってる長野とかね。はい、あ、それ長野はもう行けてないですけど。長野あれですか、そばを食べに行くんですよね。そば食べに行くのとなんかね他にいろいろ、あ、ダイナとか。そうですね、ダイナなんかギターベース工房とか行ってみたいなっていう。あとあの達沢先生の、そうあの共通の知り合いのね、はい、あの先生がいらっしゃるんですけど、はい、その方の工房とかね行ってみたいなと思ったりね、うん、ったり、はい、長野といえばあとそばを食べて善光寺じゃないですか、やっぱ。そうですね、桜井さんあれ知ってます？へ、文句井峠って知ってます？え、何峠？文句井峠。知らない。あ、知らないのか、うん、絶対知ってると思ったんですけどね。どんな話ですか？話を聞けばわかるかも。ゼロ地場です。あ、ゼロ地場知らない。なんかあの私あれ心霊とかなんですよね。あ、なんかあんまりそういうなんか、そっちの方なんですね、うん、地場とか宇宙とかじゃなくて心霊なんですよ。そう、ゼロ地場教えてください。ゼロ地場、あの、うん、方位磁石を持っていくと、方位磁針を持っていくと、うんうん、あのぐるぐる回っちゃうところですよね。おー、で、まあ、なんかいろいろあのいろんなことが言われていて、うん、僕もここ行ったことがなくて、うん、行ってみたいなってずっと思ってるんですけど、はい、行きましょう。なかなかそう行く機会がないので、まあ、こんなね、はい、こんなことでもないといかないかなと思って、はい、キーレイミーティングで行ってみようかなと思ってるんですけどちょっと大丈夫ですか？オカルト研究会みたいになってないどの方向に行ってるんだって、ね、別にゼロ磁場だからっつって別に何が起こるとかじゃないんですよね。そうですね、まあ、あのパワースポットと呼ばれているとか、なんか UFO が出るとか、なんかそんな話ですよね、うん、だと思いますゼロ磁場体験。ゼロ磁場体験を、え、それ山の中にあるんですか？まあ、山っていうか別に車ですぐ行ける、はい、そんなあの歩かなきゃいけないような場所でもないので、うんうん、はい、あ、じゃあぜひ行きましょう、うん、長野ツアーね。長野ツアーね、うんうん、ちょっと楽しみですね。はい、はい、そんなとこですかね。桜井さんはなんかないんですか？はい、あ、ちょっとまたもうほんと宣伝ばっかしてんだって感じなんですけど、いいですか？どうぞどうぞ。明日ですね、明日明後日で、これ28日に流れてますから、はい、明日明後日の4月29、30でニャンだらけっていうイベントがあるんですけど、うんうん、そのニャンだらけで1時間に1回猫のスイングが流れてるそうです、会場で。そうなんですね。となんか連絡来て流していいですかって言って、うんうん、いいですよって言ったので、なんかね、猫グッズのフリーマーケットみたいなのとか、うん、あと猫ちゃん飼ってる人はご飯の試供品とかチュールとかが山のようにもらえるんで、ぜひ、はい、行ってください。
私も29に明日かな行こうかなと思っております、うんうん、あと5月の1日が戸塚の桜ホールっていうところで、はい、あれ横浜温泉クラブ、はい、ビッグバンドですねがコンサートがあって、で5月の2日から大分に上陸します。おで5月の4日に、あ5月の3日4日で地元の吹奏楽部を回って、うんうん、吹奏楽部ってブラス、そのトランペットとかサックスの先生っていうのは結構指導に行かれるんですけど、うん、リズム隊のことが分かる人ってあんまり指導に行かないんですね、うん、そうですね、うん、そうだからリズム隊ベースとかドラムとかパーカッションとかのパート内で変な伝統が受け継がれてたりとかしてめちゃくちゃなことになってたりするので、そこまで目が届かないじゃないですかブラスの先生って、はいはい、そうなんで、そう私がそう大分に行くということであれば、うん、まあ、ついでと言ってはなんですが、うんうん、ライブまでに日にちがあるからちょっと地元の吹奏楽部のベースの子とかレッスン見れたらなと思って。なるほど、はい、変な伝統を打破しに行くんですね。じゃあフォームとかねそういうのちゃんと見てあげて、はい、はい、っていうのを3日4日にやって4日の夜にライブをやって帰ってくるっていう工程なんですね、うん、なるほど。で4日の日はブリックブロックっていう、なんか大分の方に聞いたらなんか大分のブルーノートらしいんですよ。おー大分のブルーノートなんですって。必ずありますよね。そう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 、なんとかのブルーノートっていう、ね、そうそうそう、うん、大分はブルーノートなんですって、うんうん、でそこでトリオで謎のトリオなんですけど、成田先生を知ってる先生仲間の助先生と、うん、あと生徒だった利光たつきとうん、うん、まあよく遊んでたんですよね。なんかこう遊んでたのがそのままじゃあ大分行っちゃうみたいな感じのノリですごいノリで大分行っちゃうみたいな感じのノリでライブをしに行くんですけど、で結局車で行くんですか。いや結局、うん、直前にひよって飛行機になりました、うん、じゃあなんか私がひよったわけじゃないよ別に。誰がひよったんですか。たつき、あれ一番若いのに。そうだからそういうのやっぱひよるんだな。あまあでもね我々ももう若くないですからね。そうですよ、うん、本当になんかね、なんか聞いたら、うん、その岡山あたりで仲悪くなるよって言われて他の人になりそう。車で行くのはいいけど岡山あたりで喧嘩になるよっつって。そうね、そんな密室の中にね、うん、3人もいたら多分もう話すこともないし。そうですね、シーンとしてんでしょうね。そうですね。であとなんか体壊したらメンテナンス代の方がかかるみたいな、うん、確かに。そう確かにと思って、腰とか言わしたらそれ で、 そうです、病院代の方がかかるわみたいな、うんうん、もうね若くないんでねっていう話ですかね。そんなところでしょうか、うんうん、あと5月8日が、エレキインストのチェリースパイスっていうバンドでライブがあったりとかですね、まあ、そんなところかなと思います。はい、5月なんだかんだねライブがね、なんだかんだちょこちょこ、ね、うん、はい、ちょこちょこありますのでぜひ私の SNS などフォローしていただきますと詳細が出てまいりますのでよろしくお願いします。はい、ではそろそろ曲の方を聴いていただきたいんですけども、初夏っていうんですか、まあ春から初夏にかけて、うんうん、かけて、まあ、軽快な感じで合うんじゃないかなと思ってこの曲にしたいと思います。 The Feeling of Samurai 聴いてください。
がとうございました。 The Feeling of Samurai 聞いていただきました。これ結構私思い出に残ってる曲で、うん、最初3曲だったんですよね。なんかレコーディングしたの3曲だったじゃないですか、うんうん、そのうちの1曲でしたよね。そうですね、テールウィンドウ、裏腹キャット、ザ・フィーリング・オブ・サムライだった気がするんですけど、はい、うんうん、そうなんで結構ね印象に残ってる曲なんですよね、うん、軽快な軽快な、うんうん、なんかドラムのパターンがすごい難しいなって思った記憶があって、あでも普通に叩いてんなと思ってすごいなって思った記憶もあるんですよね。そうですね、まあ、いろんなラテンのリズムが融合されているのでなかなかパターンとして叩くだけでも普通は難しいかもしれないですね、うん、うんうんうん、うん、そうなんかそれはが結構印象に残ってますね、うんうん、これはどういう気持ちで書いた曲なんですか。これですか、はい、侍の気持ちに決まってるじゃないですかちょっと適当なこと言うのやめてくださいよちょっとヘラヘラしながら言うのやめてください。いやいや本当に侍な気持ちですか。フィーリングオブ侍だから。そうです。嘘、本当にどういう気持ちなんですか、それは。どういう気持ちなんですか、どういう気持ちで。侍の気持ちっていうのはどういう気持ちなんですか。侍の気持ちっていう時だからラテンっていうね。あ、そうですね、うん、どういう気持ちなんですか。どういう気持ち、じゃあ侍のどの場面ですか、うん、なんていうんですかね、こうラテンをまずちょっと置いといて、はい、ラテン抜きにしてメロディーとか、まあ、和音の響きとか含めてそうですけど、うん、その曲としてね、哀愁の漂う侍というか、侍の後ろ姿というか、斜め後ろ姿というか、うん、斜め後ろ姿になんかこう夕暮れ時に黄昏れているみたいな、はい、そんな感じのイメージですかね。すごい適当な返しかと思ったら結構細かかった描写が。そんなことないですよ。だからこれね、ラテンの雰囲気を外すと、うん、はい、結構哀愁漂う曲になるはずなんですよね。あ、なるほど、うん、それをまああえてそのちょっと軽快なラテンにすることによって聞きやすい感じにはしてますけど、それがなかったら多分割と哀愁漂う系の感じになると思います。確かにそうかもしれない。そもそもというか、もともとイヤキャンはこう世界に向けて発信していこうっていうのが最初の頃ね、非常にそれが強いコンセプトとしてあったので、うん、まあ、日本人としてね、その辺をこう海外の方に伝えることができたらなっていうのもあって、うんうんうん、そういうタイトルにした記憶があります。なるほど、うん、そうですよ、適当につけたわけじゃないですよだってめっちゃヘラヘラしてたからちょっと適当なのかなと思ったら結構描写が細かくてちゃんとしてましたね。はい斜め後ろね、斜め後ろね、斜め後ろ、斜め後ろから見た感じ、わ、はい、かりました、うん、じゃあぜひ皆さんそれをね想像しながら、はい、もう一回 CD 聴いていただけたらなと思いますはい、それではお便りというわけではないんですけども、この前のスペースでその私が大分に行くよって言ったら、その後メールをくださった方がいらっしゃいまして、ちょっと読ませていただきたいと思います。はい、ソムヤさんですね。この方大分の方なんですよね。うん、そうですね。さくらさん、楽しい配信ありがとうございました。長々お話しすると他のリスナーの方に失礼なので遠慮しました。大分まで陸走ってって本当ですか。お気をつけてお越しください。私も当日伺いたいのですが、ちょうどその日は仕事と会議やらで時間が取れるか本当にわからないので悔しいです。これ大分まで陸走って本当ですかかな。あ、陸走って本当ですか、うん、すいません私今何て言いました。陸走ってって。やばい、小学生陸走って全然読んでないじゃないですかちゃんとお願いしますよ、お願いしますよ。ちょっと、はい、悔しいです。メールいたしましたように、大分のお菓子は全国区ではザビエル、金帯と銀帯の2種類。金帯と銀帯じゃないですか、ねねえ、ちゃんと読んで。なんで急に難しく読もうとすんの、ね、だってちゃんと読んで、ね、ちゃんと読んでちゃんと読んでください。読む役の人なんだからちょっとお願いしますよ本当にちょっと金帯と帯帯多分そうだと思いますけど ね、 だよね。金帯と銀帯の2種類、中のあんこが違います。さくらさんがきっと美味しいというに違いありません。私も大好き
ルイサもしっとりとしたカステラのホイル焼きに墨入れ色のあんが入っています。アルコールは感じません。私大好きです。あとはドンフランシスコ、おしゃれなカステラの中にフルーツあんが入っています。私は甘党なのでこんな感じです。硬いのが良ければ白薄せんべい、合ってます？合ってる、生姜風味です。時間が許せば大分をご案内するのですが、早く来県が分かっていればよかったです。私は情報不足ですね、すみません。大分市内から近場の観光スポットでは海卵、水族館隣の高崎山自然公園、日本猿の餌付け、猿だらけ、湯布院までは高速利用で1時間くらいです。温泉もあります。観光客多いです。売ってるいるのも高いです別府の温泉も大分市内から近いですよ。大分県もコロナが流行っていますので十分お気をつけください。長くなりました。桜様へ、染谷さんより。ありがとうございます。すごいいっぱい教えてくれてます。すごい有用な情報がたくさんありますね。ちょっとお菓子は間違いなく買って帰ろうかなと思います。あと温泉にも行きたい。だから先輩がなんか、あれ湯布院行ってきてっつって言ってたじゃないですか。それ行きたいなと思ったんですよね。そう、あとぜひね、あの全然あの直前でも大丈夫なんで、もし行けそうだったらライブ遊びに来てっていうか会いに来ていただきたいですね、なかなか行かないんでね。いいですね。僕も九州旅したいですね。行きましょうよ。じゃあイヤキャンで、イヤキャンで、ね、あ、九州ツアーね。九州ツアー、あの温泉、あ、お菓子を買って帰るっていうのと、温泉に行くっていうのは目標としてありますね。いいですね。日本猿の餌付けで水族館とかもいいですね。あの他の2人が絶対なんかそういうなんか生き物を慈しむ系の人たちじゃないんで、あの私はね水族館とかすごい生き物を慈しむ系の人なんで、私がね、なるほど、水族館とかそういうなんかあの動物園とか、あ、そういうのを見に行くのすごい好きなんですけど、あそこの男子2人はちょっとそういう感じしませんね。なんか生き物を慈しむ心がないよね、何に興味を示すのかな。何に興味示すんですかね、何でしょうね。ハードオフとかじゃないですか九州行ってマジで。いやでもハードオフはちょっとね行きたいなと思ってるんですよね。あのご当地のね、ご当地ハードオフはやっぱり、はい、楽しいから。そう、昔あの佐賀県のハードオフで、行ってるじゃないですか先輩も佐賀県行ってなんでハードオフ行ってるんですか。八ツ屋のね、休憩中にハードオフに行ったんですけど、ギブソンのね、ギターがねすっごい安く売ってるのがあって、びっくりしたことがあります。あ、そうだからご当地ね、結構ね物の値段が分かってなかったりとか、そうですね、結構ありますよね。なんかまあ楽器に関してはもう最近はないけど、なんかパーツとかピックアップとかね、なんかそういうのはう、なんか結構安く売ってたりとか、あとあれ、なんかあのエフェクターとか、まあ、結構安く売られてたりとかすることがたまにあります。もう楽器に関してはほとんどないですね、ハードオフは ね、 そうですね、結局ハードオフの話になっちゃいましたけども、あのお菓子をこう買って帰りたいと思います。ご紹介いただいた、はい、でぜひあの九州にお住まいの方は、広いけど九州、広いですよ。でもぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ライブ、はい、ベースいっぱい弾きます。ベースね、はい、そうベースいっぱい弾きます。なんか意外と貴重ですよ。そう、そう、じゃあなんか意外とだからあのみんなっていうか、まあ、福先生とか持ってくるやつが結構ゴリゴリのインストだ、ギタートリオのゴリゴリのインストだったりとかするから、ちゃんと弾きます。何ですか、マイキーとかやるんですか。いや違う、ジョンスコですよ、ジョンスコ。あ、ジョンスコか、はい、ジョンスコとかあとメセニーとかやるんで、はいはい、はい、ちゃんと弾きます。結構ゴリゴリですね、はい、ちゃんと弾きますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。九州何回も縦断したことがありますけど、もう移動ばっかりで、はい、あんまりちゃんとねゆっくり観光したことがないんですよね。ゆっくりできたのは、まあ、長崎とかね、はいはいはい、あの福岡とかの方はありますけど、あとかろうじて鹿児島かな、熊本、宮崎、大分はもちろん何回も行ってますけど、ちゃんとゆっくりしたことはないですね。ゆっくりね、ゆっくりしたいですね、したいですね、
でも飛行機で行くことになったんで、行く時間はできたんですよ。なんでちょっと温泉とかも行ってね、ゆっくりしていきたいと、はい、思います。はい、キーレイジャズ、キーレイミーティングでは皆様からのサポートを受け付けております。今後の活動資金として使わせていただいております。ベースのキーレイジャズショップのページからキーレイミーティング活動支援をクリックしていただくと、お値段によってグッズをお届けさせていただきます。ぜひご支援のこと何卒よろしくお願いいたします。すべての質問やお便り、話してほしい内容などはキーレイ mtg@gmail.com で受け付けております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースのさくらでした。それでは皆様ごきげんよう。